私は2回韓国に派兵されて、本物の兵士というのは LMB の連中のような行動はしないことを知ってる。奴らはただ集まって人を痛めつけてる。敬意も何もあったもんじゃない。善良な市民を家から追い出すことは許されないと奴らに伝えてくれないか。分かったか。昔の入管を続けよう。JTF は死ねばいいんだ。市民確保。いろいろ感謝してるよ。市民確保。あなたのおかげでみんなが団結できる。どこから歩いて出てんだ。やつを始末しろ。今すぐタバコが吸いに。
市民確保。見事な手並みであの状況を対処したな。お前のやり方には無駄がない。気に入ったよ。マレーヒルの全要員に連絡。2番街東36番通りで救急物資の受け渡し予定あり。ドロップゾーン付近で LMB を確認。応援を要請。警告、敵が接近中。また敵が来るぞ。こちらスパロー6、1分以内に到着予定。接近中。いい射撃だった。接近中。
人でよかった。運がよかった。免疫学者のビタリー・チェルネンコ、ロシア領事館に隠れながら助けを待った。エージェント、 LMB の無線通信を傍受した。連中も私たちと同じように免疫学者のメッセージを手に入れたようだ。領事館で彼を探して、隠れ場所の見当がついたら連絡する。敵が接近中。
告、敵が接近中。エージェント、何を探せばいいのかはっきりとは分からない。でもチェルネンコはこんなところでも仕事をしたはずよ。だからメモ、日誌、そういったものを探していいわね。SHD テックがたくさんのハードウェアを検出してる。ロシア人はこの処理能力を何に使おうとしている？平時なら多分スパイ活動ね。でもこんな状況だからチェルネンコがウイルスのモデル解析をしている可能性が高いわね。注意、ネットワークにアクセス中。アクセス完了。アップリンク設定中。データを引き出す。これは何、ドクター？これは RNA マップファイルよ。目的は分からないけど、チェルネンコの大量のゲノムデータよ。エージェント送って、全部よ。警告、対抗措置を検知、設定中。警告、ネットワークの権限が無効化。どうしたの？エージェント、データが止まった。ハッキングか。エージェント、今のは SHD テックだ。つまりこの付近で誰かが SHD テックを利用してる。そいつが新たな標的だ。テックを手に入れない。チェルネンコのデータが止まった。手段は問わない。
注意、セキュリティシステムを調査中。調査完了。注意、セキュリティプロトコル解除。セキュリティタワー解除。通信を傍受中。コヨーテ1、こちらホーネット、聞こえるか。ホーネット、こちらコヨーテ1。メインフレームのアラームが切られた。そっちに向かう。必要ない。ロシア人は隠し部屋のような場所に閉じこもってるが、長くは持たない。敷地内に JTF はいるが対処できる。 JTF じゃない、そっちへ向かう。ホーネットアウト。
カ軍じゃないな。あっちへ行け。彼に私の声を聞かせてくれる？ビタリ、ビタリ、ニューヨークのドクタージェシカ・カンデルよ。イースブルクのあなたの講演後に話をした。互いの仕事も知っている。ドクター・カンデル、私のメモを持っているが無事なのか？ビタリ、大丈夫よ。助けに来たの。ドア開けてくれる？わかった。今ビタリ、何が起きてるの？ブリーチングチャージだ。急いでエージェント。注意、セキュリティシステムにアクセス中。アクセス完了。警告、 LMB の通信を傍受中。ボス、こちらホーネット。チェルネンコを連れ出し、ヤツのメモを JTF がアクセスする前にサーバーから引き出して消した。もう退去できる。よし、友人たちはどうした？近くにいる。光線の許可は？許可する。第2波の実力を見せてもらおう。SHD テックを検知。 SHD テックのシンクロ中。通知、データベースにアクセス完了。アップリンク設定中。例のエージェントの SHD テックからファイルを入手したわ。分析には数日かかるけど、何かあるわ。恐ろしい何か。手に入れられてよかった。よくはない。目の前でチェルネンコを連れ去られたんだ。メモは手に入れたわ。彼は必要ない。今のところは。素晴らしいデータがたくさんあるわ。
エージェント、大当たりだ。ブリス本人の映像を手に入れた。一種のプロパガンダ作品だな。よほど自分の声が好きらしい。クズめ、確認しておいてくれ。ドルインフルは培養されたんじゃない、プログラムよ。具体的には奴は仮想空間でウイルスゲノムを変更するチェルネンコの研究に気づき、改良を加えて結果を産業用タンパク質レプリケーターに入力した。そうやってできたウイルスをベースに最大効果を得るために微調整を続けたというわけ。効果とはつまり死者数ね。結論は急げないけど、一つの大きな進展はあったわ。あなたのおかげでドルインフルの遺伝的不動をマッピングできたの。それにアマーストがウイルスの強化用に追加した DNA も全て識別できた。あなたが生存者から採取してくれたサンプルのおかげで我らがスーパーウイルスの抗体をついに入手できたの。それでワクチン開発のめども立ったわ。これよ、とくとご覧あれ。普通なら私が開発チームの先頭に立つんだけど、アナーバーの方が設備は整ってるし、それに私はここであなたの相手をしなきゃいけないし。まあいいわ、ここにもやることは山ほどある。それにきっとまだチェルネンコやアマーストが野放しになってて、イカれたやつがいけない質問をするかもしれない。それは絶対阻止してお願い。ドクターカンデル、至急回復期病棟へ。ドクターカンデル。やるべきことはたくさん。ねえ、こんな危機が再び起こったらおしまいよ。頼んだわ。警告、測定値によればこのエリアは汚染されています。管理官からマレーヒルの要員へ。ドクターカンデルが1番街東34番通りのセラキャンプでウイルス学的データの回収を要請。通知、汚染スキャンを開始。通知、汚染スキャンを開始。通知、汚染スキャンを開始。争うことないから。
ありがとう。これでドクター・カンデルも喜ぶわ。しばらくはね。